今日も散歩なの？今日は天気も良くてすごく気持ちいいね。ねえ、よかったら一緒に散歩しない？いつもだったら意地悪なこと言って切り返してくるのに、あっさり OK するからおかしくて。あ、ごめん、気を悪くした？かもしれないですが、たまには皿洗いもいいです。根性を養うにはディッシュ関連のバイトです。以前マネージャーと話した時に聞いたですが、軟弱な男は大嫌いだそうです。やっぱり根性が一番ですな。マネージャーに出てきてほしいと頼まれたんですよ。ユキコさんが今日から3連休で、レイカさんも休みだすからな。さてと、そろそろ仕事に戻るです。この仕事にはもう慣れたかしら。心配ないと思うけど、ここの仕事は刃物を使用するから十分気をつけなさい。単調な作業だからって気を抜いてると怪我をするわ。そうなったからでは遅いから、気を引き締めてちょうだいね。結構よ。それでは残りの時間も頑張ってちょうだい。
助長に聞いてない？来れば。あ、そうだ、大輔ちゃんが作った同人誌をあげるね。向いたらお兄ちゃんも来なよ。それじゃおやすみなさい。つい、ありがとう。すごい人生勉強になりました。礼には及ばないよ。俺はただの通りすがりさ。ところで、あっちのサークルで扱ってる新刊なんだけど、結構いいみたいだよ。一度覗いてみたらどうだい？師匠の言うことでしたら、それでは
行ってきます。にやり。よっ、やっぱり来てたんだな。何驚いてんだよ。俺が来ることは知ってたはずだろ。いいところに気がついた。それはな、これが俺のライフスタイル、ポリシーに基づいているからだ。バカにしてるな。今の言葉にはそういう含みがあったぞ。まあとにかく来てくれて嬉しいよ。お前はこういうのに興味なさそうだったもんな。それよりもさ、さっきとびきり可愛い女の子を見つけたんだよ。覇王馬ルーのコスプレをしてるんだ。そう、ほらあそこにいるだろ。困ります。いいじゃん、名前と電話番号教えてよ。こういうところでそのナンパみたいなことはしない方がいいと思いますよ。あの、それじゃあ私はもう行かないといけないんで。あ、君ちぇな、すごく可愛かっただろう。それにしてもいるんだよな、こういうとこでナンパするやつ。さてと、俺は自分の売り場に戻るけど、お前はどうする？そっか、それじゃあまたな。ダメね、私って。
自己嫌悪だわ。最初はこんな気持ちじゃなかったのに、男と女って自分の気持ちに嘘つくのがこんなに苦痛だなんて思わなかった。本当のこと言って謝ろう。でも私のこと許してくれるかしら。多分許してはくれないだろうな。一泊で旅行先の下見に行くんだがどうする？お前も一緒に行くか？清美お姉ちゃんも一緒に行くって言ってたんだ。でもお兄ちゃん火曜日バイトだからダメだよね。月曜日は通常通りにオフだが、一緒に行くなら特別にオフにしてもらうよう父さんからマネージャーに頼むと。お兄ちゃんも一緒に行こう。それじゃあマネージャーには父さんから話をしておこう。へえ、家族で旅行なんて久しぶりだね。早く明日にならないかな。無理しちゃった。ここは学校じゃないから清美姉さんでいいわよ。驚いてくれなくちゃ張り合いがないわ。なかなか様になってるね。その制服とても似合ってるわよ。うん、意地悪なんだから。気を使わなくて。今日はね、安尾さんに用があってきたの。いる？事務所なら知ってるから大丈夫よ。それじゃまたね、ちゃん。
も大変だったね。あと何日かすれば待ちに待った沖縄ね。ゆっくり羽を伸ばせるといいな。それはそれで沖縄へ行った証になるわ。あの時は疲れたけど楽しかったって。あの時は楽しかったなって言えるように一緒に思い出を残しましょうね。